エントリーナンバー22番近畿中国四国九州ブロック徳島県花火作家岸洋介テーマ愛さんさん。それでは花火作家岸洋介より解説いたします。ではどうぞ。皆様こんばんは。四国徳島から参りました岸加工品製造所岸洋介と申します。今回のテーマは藍色です。徳島では、スクモを使った藍染めという文化が、まだ残っております。その色はジャパンブルーと呼ばれ、東京オリンピック・パラリンピックのエンブレムにも使われている色です。今回その色を出すために、青に、加えその他の色を少しだけ混ぜて深みを出しました。そして、形としましては立体的に出るハート型の花火にチャレンジしております。この花火が、立体にハートに見えることができると、恋が叶うと言われております。それではお楽しみください。よろしくお願いします。